今日はキャベツと鶏むね肉とそれからニンニク3分の1ぐらいこれを使って作ります。でかく鶏の胸肉を半解凍ぐらい、ちょっとまだ硬いですね。これを切ってきます。切った肉を袋に入れて、よいしょー、しよう。油ちょっとと片栗粉をまたもみもみ、溶けるまで置いときます。もうちょっと鶏がしっかり溶けるまで時間があるので、人参ときゅうりで、と、玉ねぎ使おうかな。マリネサラダみたいなやつを作ります。太めのスライスにして、ちょっと塩もみします。水気が出てきたら軽く湯水で絞って、人参は機械でデデデってやったんで、こんな感じ。塩も。レモン汁。お酢とオイル少しでいい。とりあえず混ぜ混ぜ。水気が出てきたんで、ちょっとゆすいで粉入ります。ゆっと絞って混ぜ混ぜ。パセリ、人参のマリネサラダ、冷やしてきます。これを焼いてきます。表面だけ軽く火を通して、バラバラになったら一旦上げて、このままキャベツ、さっきの肉をドバッと入れて、でキャベツドカンドカンと入れて、
蒸す。完成。今日の晩ご飯は万能鶏むね肉とキャベツの酒蒸しと人参ときゅうりと玉ねぎのマリネサラダとお茄子の煮物の残り。以上でした。